ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。Survivors! I want every one of them gutted and left to rot in the sand! Mitame mo nakami mo, kon dake ikatsukeri, kondo wa kimochi yoku tadakaeru n janei no ka? Sore dewa kokoro oki naku abaremashou. Iku ze! Shoumen toppa da! You don't wanna mess with me! Shigoto no jikan desu ne. Semimasu yo!Do your work. Cool, Smith. Oh, yo. The target is special. Understood. Do your work. 全力で行くよ。覚悟。行くよ。はっ。ぶちかま。ガツンと行くぜ。調子がいいぜ。ついてこれますかね。始末します。これで終わりです。ひどすぎ。ミスったらこれで。ガンガン行くぜ。私も受けてみろ。潰れちまう。行くぜ行くぜ。行くぜ。ワイルドに行くぜ。そら、ほら、そらよ。治りましたね。いつでもどうぞ。攻めますよ。この調子で上昇吸収が早いのよね。What the hell you want? I'll bury you!片付けましょうか。私の番です。いつだ。苦しむがいい。よし。て。ぶちかま。あ、ショーティングタイム。ガツンと行くぜ。俺の番だな。行きますよ。何？来ない。やるぜ。かわせますかね。そら。全力で行くよ。決めに行くよ。オッケー。踊ってくださる？喜んで。行くぜ、みんな。おいしい。
だぜ。Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。おかわりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ、一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。You don't wanna mess with me. さあ、片付けましょうか。私の番です。合わせますかね。全力で行くよ。おじけすぎましたか。ぶちかます。受けてみな。俺の番だな。ついてこれっかよ。I'll end here.行きますよ。やんのかい。やっ。ほら。任せといて。私の番です。合わせますかね。私の出番ね。覚悟。ガンガン行くぜ。よし。いや。行きますよ。また強くなっちゃうぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。くそ、キリがねえぞ。さすが想定以上の戦力ですね。しゃあねえ、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。逃げ込んだはいいが、そこら中ボロボロで気味が悪いな。バラクーダの拠点ですから油断せずに参りましょう。血出てきたな。I'm gonna score! やんのかこの野郎。私の番です。いつでもやる。任せといて。俺の番だな。ほら。全力で行くよ。ガンガン行くぜ。
任せといて。ぶちかまっ。次行こう。失礼しました。だな、コツつかめたんじゃねえか。いいコンディションだ。開けてみるか。やったぜ。やんのかこの野郎。私の番です。よし、せいや。はい、片付いた。この調子で勝つとき、また成長しちゃった。鍛錬の成果、さらにお役に立ちましょう。さあ、行きますか。私の番です。いつでもいいぜ。腰抜き野郎が。私の出番ね。てわし、ついてこれっかよ。これが俺の真骨頂よ。やんのかこの野郎。私の番です。何？やんのか。任せといて。吸収が早いのよ。俺もまだ若いね。何でもできそうな。ちょっと。バカよ。
didn't think you'd make it this far. But a little death is here! いきますよ。 よし。終わらせる。塵一つ残さない。吸い込め。 完了。ぶちかます。ガツンといくぜ。俺の番だな。私の番です。好機です。応用。狙いは即です。了解。 これますかね。 よし。参ります。チリヒト。予想通りの結果です。また成長した。鍛錬のさらにお役に立ちましょう。いっぱいやりたい気分だぜ。 開けてみるか。開いたぜ。なあ。 さっさと始めようぜ。行きますよ。私の出番ね。ガンガン行くぜ。いい調子だぜ。 行くぜ。行きますよ。私の出番ね。ぶちかま。行くぜ、みんな。また強くなっちまった。 開けてみるか。やったぜ。<音声>
さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。ラリー、カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ。カスガ、来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ、私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！くそ！よくやった。強い子だよ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。さて、誰か片付けましょうか。行きますよ。よし、覚悟。全力で行くよ。腰抜き野郎が。はい、ありがとうよ。何？来ない。ガンガン行くぜ。全力でかばすぜ。よこせ。
ちゃしやがるぜ、あんな野郎。あなたが爆発物を用意してあげる。私の番です。そら、おい、任せといて。ビビった。行きますよ。いつでもどうぞ。苦しむがいい。ぶちかます。行きますよ。何？来ない？任せといて。お手並み拝見。楽に死ねるとは思うなよ。ぶちかます。相手してあげる。回復だ。よし、レッツゴー。ほらよ。ありがとうございます。私の番。全力で行くよ。覚悟。頑固な汚れも。はい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 。綺麗さっぱり。ゴミどもが。好きだらけですよ。やめてくれ。いつでも。ガンガン行くぜ。俺の番だな。一緒にやる。任せといて。ビビってんのか。いつでもいいぜ。お手並み拝見。いくよ。治りましたね。行きますよ。ぶちかます。全力でかますぜ。ほら、フラフラするぜ。全力で備えとけよ。全力で行くよ。私の番です。合わせますかね。序礼が俺の仕事。吸収が早いのね。俺もまだわ。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか。大丈夫か。
そうか。茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。うん。あの、どうも、ありがとう。お安い御用だ。ただいま。ロリ、お金、無事だったのね。よかった、本当によかった。お金、ごめんね。ラニー、怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう一番。約束でしたから。そうか、よくやったな春日。桐生さんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ。今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが町に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか、カスカ、アカネさんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ、ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ？日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか？無茶言わないでよ。お困りの様子だな。人ごとみてえに。いや、実際あんたには人ごとか。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか？おい、一番。トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。なに、簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな、使い道がねえから放っておいた。だからうちのもんだってことはブライスにバレてねえ。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。
船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういうこと？何その都合のいい話。説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうするカスガ。願ってもねえ話で。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。キリュウさんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに、それにあんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ、あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うかい？大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それ残念。でもま、返事は変わらない。どうだい？明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。ったく、勝手に話進めやがって。本当。急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。そういうこと。ふん、頼もしい仲間ができましたね。ああ。おい、ああ、待たせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父に帰りを待っとりまして。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、達者で。親父。一番も気をつけてな。え、トミー。ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。考えてないで行くわよ、トミー。分かったよ。お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。